地球温暖化に対する国際会議 COP21 がですね、パリで華々しく開かれました。ここで華々しく言ったのはですね、オバマ大統領をはじめ、各国の主要な首脳がですね、ちょうどパリの銃撃事件の後だったこともありまして、顔を揃えてですね、地球温暖化を阻止することの重要性を訴えたということで、当初非常に新聞も大きくテレビも伝えましたけれども、ちょっと尻切れとんぼで、最後の COP21 の合意事項はですね、歴史的意味だというふうに盛んに、宣伝をしておりましたが、あまり多くは浸透しないようでした。なぜかと言いますとですね、1997年の京都議定書から約20年経ったわけですが、京都議定書ではですね、CO2 が増えて地球が温暖化する。これは私は物理的には間違いだと思いますけれども、政治的には一応そうなっておりますので、もしそうだとしたらということで話をしますが、やっぱり二酸化炭素を出しているのは先進国ですね。ですから先進国が率先して、二酸化炭素をやめようということで、日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ諸国、それから、ソ連などがですね、ニュージーランド、オーストラリアなどが署名して、実際に実施したのは日本しか実はいないんですけども、とにかくそういう建前は建前だったわけですね。多く出している方が CO2 の削減をしようということだったんですが、そうしますと結局、中国はもちろん開発途上国ですから少しずつ出せますし、それからアメリカは全く言うこと聞かない。カナダも離脱しちゃったということで、実際的に京都議定書というのは失敗しているわけですね。で、もう一回やり直そうっていう今度のパリの合意だったわけですけれども、今度はどうなったかっつったら、先進国も後進国も等しく CO2 を削減しようと。で、世界が心を一つにして、京都議定書の時もそう言ったんですけども、という CO2 の削減をすることになった。これは喜ばしいことである。とはいうもののですね、実は、何%削減とかそういうのは決めないで、逆に世界中の国が努力して、二酸化炭素、地球の気温の上昇を産業革命時よりか2度以内に抑えようということですね。私は主にこれ太陽の活動によるものだと思ってますので、人間がひっくり返っても治るもんじゃないんですが、一応政治的にはそう決まった。そうなると、排出量を削減するんじゃなくて温度をこう下げようというわけですから、そこに隙があるわけですね。それで、結果的に各国が5年ごとに努力目標を出し、それに対して努力するという曖昧なことになりましたので、何もやらないということを決めたのに過ぎないんですが、しかしそれはやむを得ないんですね。ここにですね、1人当たり1年当たり二酸化炭素をどのくらい出すかという表をつけました。数値は四捨五入してありまして、ちょっとケチつけたい人はですね、アメリカ、カナダは20じゃない、18だとかですね、日本とかドイツは9だとかって言うんですけど、四捨五入ほどはひどくないんですけれども、一応数字が丸めてありますっていうのは、こういうのは自分の考えを作るときに、頭に入れとかなきゃいけない数字なんでですね、そういう意味で丸めてありますが、アメリカとかカナダは1年に20トンも出します。から日本とかドイツ同じような生活なんですが、国がちょっと小さいんでですね、出す方が少なくて10トン。中国は国は広いんですけれども、まだ開発途上ですから5トン。インドは1から2ぐらいなんですが、ちょっと統計が、インドの場合統計が難しいんですけどね、非常に貧困な人多分入ってないんですが、1ぐらいということですね。そうしますと、アメリカとカナダとインドと比べると20倍も違うんですよ。同じ人間でありながら。ところがこれこそが人種差別なんですね。日本が第二次世界大戦、大東亜戦争に突入したのも結局アメリカの人種差別史観といいますかね。日本は我慢しろと。俺たちは白人なんだから思う通りやっていい。今でもそうですね。シリアはやや白人な、中間白人なんですが、国としては白人の国ではない。それをアメリカ、イギリス、フランス、ロシアという白人の国が叩くわけですね。宣戦布告もない、政府の要請もない、国連の決議もなくて叩くわけですね、空爆してるわけです。それで民間人がものすごく死ぬんですが、もう全然、日本の新聞も相手にしてないわけですね。つまり人種差別史観なんですね。で、今度 COP21 は本当に人種差別によっております。アメリカ、カナダは20で良い。日本、ドイツも10でいい。中国は 5ぐらいで我慢しろ。インドは1から2でいい。このままでみんなで削減して仲良くやろうじゃないか。仲良くって言ったってですね、最初からスタートラインが違うじゃないかということですね。日本はかつて1919年の第一次世界大戦後のパリ講和条約で有色人種の国として初めて会議に参加し、一生懸命人種差別撤廃条項を入れるのを努力したわけですね。国際連盟の規則についに入りませんでしたけど。それから大東亜戦争中の1943年に大東亜会議をやり、戦争の原因は、これまでずっと戦争が続いてるけど、戦争の原因は白人が有色人種を痛めつけるからだ。つまり人種差別の意識が戦争を引き落としてるんだ。それ以外で戦争はほとんど起こってないんだということを主張して、人種差別撤廃を国際会議で、宣言するわけですね。日本はこれまで終始、白人と同じような生活レベルにいながら、有色人種と白人とは同じ立場なんだ。人種差別はいけないんだってことを主張してきた。中国は常に有色人種側にいながら、白人側についた唯一の国でしたね。だから日本は人種差別撤廃。中国は白人になりたいっていう、そういう歴史をずっと経てるわけですよ。それで日本の、例えば、西園寺公望がパリ講和条約を指揮し、大東亜会議は東條英機首相が指揮したわけですね。常に日本はそれで努力してきたわけですよ。その輝かしい日本の世界的な活動をですね、今の政治家はいとも簡単に白人側について、そしてこういう COP21 のように、今まで人種差別、軍事力で差別をしてたのを、今度は CO2 で差別を固定するという、このものすごく汚い COP21 の歴史的合意というものをしたと。そして多分日本の NHK もはじめとしたマスコミはですね、COP21 に参加した人が歴史的合意と言ったので、そのまま歴史的合意と報道すると思います。しかしこれほど歴史的合意の汚い歴史的合意はありませんね。2015-1という、この、なぜ先進国は排出量が多いか。つまり豊かな生活をしようと思ったら現在の技術では排出量が高くなきゃいけない。じゃあ日本の技術を開発途上国に出すと言ってますけども、もし日本に本質的な CO2 を出さなくて済む技術があれば、日本がもともと1とか5のはずなんですよね。ところがなぜ日本が10か。これイギリス、フランス全部こういう小さな国は10なんですけども、10トンなのかっつったら、CO2 を削減する技術があると言って実はないんですよ。実はないっていうことをなかなか説明するの難しいんですけども、とにかくないんですよ。これ実績は示してますよね。だって日本とかドイツが二酸化炭素の削減技術があれば、1でやればいいんですから。だけどできないんですよ。だから日本とかドイツが開発途上国に先進的技術を提供して開発途上国が CO2 の量を減らすってことは不可能なんです。それは日本、ドイツがなぜ下げられないかということによるんですね。なぜそして諸外国が二酸化炭素の削減を嫌がるかっつったら、やっぱり国民が豊かな生活ができなくなるからです。ということは、これからもですね、20、15、1の比率を保って、その国民が幸福になるということなんですから、豊かになるということなんですから、こんなことを決めるっていうのはですね、全くナンセンスなんですが、いやー、この世の中っていうのは、こういう誤解で進むんですね。しかし、それを日本人でありながら、私たちのおじいさんとかひいおじいさんが一生懸命白人と戦ってきたにもかかわらず、そしてせめて日本やアジアの諸外国が日本の戦ったおかげで、おじいさんが死んでくれたおかげで独立したにもかかわらず、またこういう歴史的に逆戻りするのに日本が賛成するというのは、なんか歴史的な皮肉というか、日本人の劣化というものを感じます。